千葉県千葉市中央区にある歯医者 MF デンタルクリニックの安田です。今回は親知らずの抜歯後腫れは何日続くという質問にお答えいたします。だいたい親知らずを抜いてからと1週間ぐらいで腫れ痛みは引くという説明をしますが、基本的にだいたい3日ぐらいで引いてくると思います。一応1週間は見てほしいのですが、またその腫れが長引く方はもっと長引いたりしますので、ピークは2日ぐらいだと思っててくれればいいと思います。先生によってその腫れのピークというのはどこを線引きするかで変わってきますので、考え方によってと違うと思いますので、親知らずを考えているの抜歯を考えている方はその抜いてもらう先生にしっかりと聞いてみてください。もちろん当院でも質問は受けたまわっておりますので、お気軽に質問してみてください。お待ちしております。